行くぞ。おう、あ、やっちまった。狼男を外すのを忘れていたわ。ああ、さあ、じゃあドラゴン少林寺行きましょうか。お、混乱発令中の出て、あ、新しいモンスター。いまいちこのモンスターたちを仲間にするっていうやり方がね、ちょっといまいちよくわからないんですけどね。一応ヘルプで調べてんだけどな、やり方はよくわかんないんだよね。さあ先行こう。わあ、もういきなりなんか中国っていう感じがするわ。宝箱あるよ。なんだこれ、なんだこの変な魚みたいな出てきた。夢羊、さあやっつけた。いいね、なんかちょっとドラゴンボールっぽいね景色。うお、でかい来た。サーベルタイガー、やば。武器変えて、ほらアックス系ね、なんか一番使ってんな。あ、味方やられた。おお、ちょっとやば、やばすぎない？助けよう。誰やられたこれ。ああ、結構みんなやられてる。ちょっと待って待って待って、あいつ攻撃のなんか射程長いな。くらえろ、あともうちょい。おりゃー、よっしゃー、行ったぜ。ドラゴン少林寺着いた。はい、泥棒を取り逃がしたですって。申し訳ありません。申し訳ありません。ドラゴンハートを盗むとはいい度胸ですね。ビネガー様、監視カメラが犯人の姿を撮影しておりました。そうですね、とっとと捕まえてドラゴンの餌にしてやりなさい。ま、ここは一つ暗殺のプロに任せるとしましょう。ドブネズミの1匹や100匹消すことなどたやすいこと。お願いしますよ。そうですよね。誰こいつ、なんかチビだな。来た、ドラゴン少林寺。みんな本当に少林寺やってるんだね。よし、チャップたちもそろそろ来る頃だと思うが。おい、よし。でごわす。お待たせしたでごわす。これがドラゴン少林寺か。リーとかジャッキーとかいるかな。よし、それではこれからドラゴン和尚の元へ向かおう。ドラゴン和尚ってどんなやつなんだろう。やっぱあれだよね、剣法の達人だよね。ちょっと一発ぐらい殴ってもらおうかな。かつて私はドラゴン少林寺の同志だった。嘘でしょ、その頭どうしたの。だったら訳あって飛び出したが、また戻ってくることになるとはな。どうして飛び出したの。ああ、ビネガーを倒すためだ。そのためにはドラゴンナイトの力を得る必要がある。ドラゴンナイトの力はデワ・ファルコン様から授かるが、デワ・ファルコン様に会うためにはまずはドラゴン少林寺で修行だ。なるほど。ドラゴンナイトが、で、あ、ごめん、もう一回言って。とにかくドラゴン和尚に会いに行くぞ。つまりドラゴン和尚に修行をつけてもらって、パワーアップした状態でなんとか出るなんとかってやつに会いに行くってことだよね。すげえ重きし中国だ。な、おい、なんだお前。さて、最強の男になるために今日も修行頑張るっすよ。いいね、この漢字の漢と書いて男と読むっていうね。うん、すげえな。みんな修行してないな。修行してない奴がいた。ちょっとみんなこうやってんのに。中入ろう。ドラゴン少林寺境内なんか売ってるかな。あ、売ってるね。修行中もおしゃれは欠かさず、修行の流行のファッション置いてます。
あ、全然ファッションとかね、全然気をつけてないな。あ、いろんなやつだね。これなんだ、モノクロームピアス。あ、アクセサリーだね。なんかめっちゃ強い武器とかないのかな。まあいいや、先行くか。この先にドラゴン和尚がいるんだね。どんなやつだろう。あ、ちょっと待って、ほう、おしゃれ。ちょっと和尚おしゃれしちゃってるね。ほう、ビンさんとか久しぶりじゃな。お久しぶりです老師様。修行を投げ出したお前がどの面下げて帰ってきたのじゃ。怒っちゃってんじゃん。ちょっとスカードン復活の計画を知り待つことができなかったのです。老師様、もう一度私に修行をつけてください。我々はドラゴンハートを手に入れたのです。のそれは誠か。はい、ドラゴンハートがあれば魔人デアファルコンと話すこともできるはずです。ああ、どうか我々にチャンスをください。ではして、お前たちは何のために修行をする。俺もビネガーに復讐するために修行したいんです。ほう、お前もビネガーに。なんと、ビンさんとはふるさとの村を襲われた敵討ちと言っておったが、お前たちは一体似たようなもんだよね。俺の村も焼き払われたんだ。なチャップもか。そして主人公の僕もまあ一応村を焼き払われたっていう設定になってるっぽい。え、どこ村出身？俺はホイップソン出身だけど。私もホイップソンだ。ちょっと待って、この流れまさかミララも？マジで？俺たちみんな同じ村出身。てか逆になんで今まで知らなかったのよ。じゃあ多分村が相当でかいか、この3人がバカなのか、どっちかだな。クワバラクワバラ、隣人の名前を知らんとはまさに現代社会の闇じゃの。よかろう。まあよい、同じ目標があれば良いライバルにもなるじゃろう。まとめて修行をつけてやろう。よし、それじゃあみんなで超強くなってビネガーに千倍返しだ。千倍返し、どんな恐ろしい目に遭うんだろうね、ビネガー。多分村を焼き払ったってことは何人か人を殺してしまったんだよね。その千倍返しだからとんでもないことになるよ。やばいな。さあ次のね、ドラゴン少林寺の修行か。行くぞ。ずいぶん遠いとこまで来たね。ちょっと待って、いきなり戦うんだ。よかろう。ドラゴンだね。よっしゃ。ちょっと待って、いででででで、でちょっとガードとかも使えるようになりたいよね、こういうガード。ちょっと反射神経がないからね、ガードできないんだ。ガードって多分避けるより難しいと思う、俺は。おい、なんだ今の、そんなの避けようないじゃん。よっしゃ、ちょっと武器が使えなくなったんで、つい、ほら、弓矢も持ってるぜ。ちょっと下がって、あ、ちょっと、ああ、ちょっと、あれ、コーナーに追い込まれてる。まさか俺がコンピューターにはめられるとは。ちょっと弓はあれだね、ちょっと攻撃力やっぱちょっとないな。おらー、これ一発で140入るからね。おら、いやー、ちょい、マジかよ。おい、あ、ピノキオ助けてくれ、お前だけだ助けてくれんの。おい、何見てんだよ。うわ、マジかよ。うわ、ちょっと助けて助けて、マジで。あ、来た来た来た、よし、カムバック。あぶね、あぶねえな、もう。よし、回復だ。これ
レドラ、まず一人はやっつけないと。オーライ、よし、レドラやっつけたぞ。あとこのブルーのやついくか。オラー、なんかしようとしてる。よし、ちょっと必殺技溜まったんで当たるかどうか分かんないけど、いけー、決まったね。あー、まだ斧使えない。あともうちょいだ。後ろ向いてる、後ろ通ったぞ。ブルドってやつ全然攻撃してこないな。うおーっと、来た、斧来た、おらよ、いしょ、もう一丁、またまた待て、よっしゃー、まだか、結構硬いな。宝箱なんだろう、黄金ザクロを手に入れた。ですよ、いやー、見えない見えない見えない、よし、もう一個出てきた。よし、ほい、ちょっと武器が全然使えないんだけど。おい、はい、よし、いった。あー、結構大変だった。驚いた、まさか倒してしまうとは。ではこれにて修行は何終わるのは、お主たちの命だ。誰じゃ、ビネガーが言ってた暗殺の人だね。忍者マンのアシュラである。忍者マン、忍者マンってすごいな。あー、動き早いな。ちょっと斧厳しいかも。うん、お、ちょっと結構強いぞ。ふっ、おらやばい、ちょっと俺やられそう、まだ大丈夫か。あ、武器やばい。ふっ、あ、ちょっと味方まずいな、回復。ほら、やばいなこいつ、一人でこんなに戦ってるのすごいな。忍者マン、さすが。よし、半分だ、あともう半分だが、ここから拙者の本気見るがいい。変身とかすんのかな。なんかちょっとドラゴンとかに変身しそうだよね。ふっ、あともう一発ぐらいか。変身しなかったんだけど、おい、ちょっとなんかこれから変身するみたいな素振り見せたのに、よくやった、修行の賜物じゃな。とんだかませ犬だったなあいつ。く、使命を果たせぬとは。怒ったぞ、俺たちの邪魔をするな。疲れちゃったね、老子様、マッサージまだ。なんでメローラ姫がいるんだろう。メローラ姫、どうしてここに。ドラゴン少林寺でダイエットの CM 見て来てみたの。あ、なんで泣いてんだろう。生きているうちにメローラ姫に会えるとは、この上なき幸せ。え、お前暗殺大丈夫かよ。まさかのメローラファン、もちろん
メローラカードだって集めてる。イエーイ。キングオイスターシティにおいて私の右に出る者はいない。自慢にならないだろう。お前暗殺者としてそれダメだって。すげえ、それ超レアなカードじゃん。これはダブってるから交換してやってもいいぞ。しかも結構いいやつだし。ラッキー。んじゃこれあげる。でごわす。なんか楽しそうでごわす。わしらはすっかり置いてけぼりじゃな。ねえねえ、アシュラはメローラ姫のどこが好きなの？イエーイ。パッチリおめめ。俺はプリケツ。ねえねえ、ミララは？プリケツって初めて聞いたわ。ここは適当に合わせておいた方がいいんじゃない？かかとがいいっていうやつもいたな。じゃあプリケツかな。なるほどな。今度はどうしたのよ。よく泣くやつだな。拙者今まで一人でメローラをやってきた身ゆえ、姫の魅力について誰かと語り合える日が来るとは、ね、メローラ同士、俺たちはもう仲間だよ。イエーイ。ありがとう友よ。スナック登録よろしく頼む。ちょっと待って、暗殺しに来たんじゃないのかよ。アシュラのスナックを手に、でめっちゃ強そうだね。でもハハ、今度メローラ会しようぜ。なんかよくわかんないけど、ま、強い仲間ができてよかったわね。